スダン公および、ブイオン公爵、アンギドラ、トゥールド・ーベルニュ、大元帥・チュレンヌの、父スダン公国は、現在のフランス北東部、アルデンヌ地方のスダンを首都として存在した、小国家。1560年から1642年まで、独立国家としての地位を保った。1424年、アーレンベルク白領の支配者、エーバーハルト2世、エブラール2世は、 ムーゾンのベネディクト会修道院の風神だったスダンの領主の地位を入手しスダン城を建設した。16世紀中央スダンの領主であったマルク家のブイヨン公爵アンディ・ロベールと妻のフランソワーズは宗教改革においてプロテスタントに倶えし1560年にカトリック信徒であるフランス王からの独立を宣言スダン公を称した。 1562年にバシーの虐殺事件が起きた後、スダン広国はフランス語圏のプロテスタント、亡命者たちの主な避難先の一つとなった。1579年に設立されたスダンアカデミーはユグノーの通う主要な高等教育機関の一つに数えられた。アンリ・ロベールの息子ギオーム・ロベールが1588年に子供のないまま死ぬと、その妹のシャルロットが ブイヨン公爵領及び、スラン公国の相続人となった。1591年、シャルロットは、アンリドラ・トゥール・ドーベルニュと結婚した。アンリドラ・トゥール・ドーベルニュは1602年のビロン公釈による、フランス王アンリ4世暗殺計画事件や、1604年の国王の愛称ベルヌイー公釈夫人の、宮廷陰謀事件に参加した。これに対する報復として、 アンリ四世は1606年にスダン公国に遠征を行っている。その息子で後継者のフレデリック・モーリスも父同様にフランス王権に対する反抗姿勢を見せ、1630年にはオルレアン公による反乱に参加している。スダンは30年戦争末期にそのその独立を失った。1641年、フレデリック・モーリスは ギーズ公やソワソン伯と一緒に大領主の権力を復活させるための陰謀を計画し、神聖ローマ皇帝フェルディナント3世やスペインの軍事支援を得てラ・マルフェの戦いでフランス国王軍に勝利した。フレデリック・モーリスは翌1642年サンマール公爵による陰謀計画に関与したことを理由に国王ルイ13世の命令で逮捕され、 スダン公国を放棄する約束と引き換えに解放された。こうして、スダンはあっけなく、フランス王官僚に再統合された。フレデリック・モーリスの弟のトュレンの死者ク・アンリは、軍人として活躍し、フランス大元帥にまで登り詰めた。1709年、パリの高等法院は、フランス大法官アンリ・フランソワ打撃走の求めに、王子、スダンが、 フランスを官僚の一部であることを再確認している。マルクや、ラ・トゥール・ドーベルに受け、ありがとうございます。